ストップ地球温暖化、みんなで始めようエコラチャレンジ、エコラムズルビー。今回は敦賀市にやってきました。というのも嶺南六市町ではシェア EV が始まったからなんです。ということで詳しいお話、担当の磯村さんにお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。敦賀駅近くの白金駐車場というところにやってきましたが、磯村さん、こちらがシェア EV なんですよね。はい、福井県では昨年嶺南 E コースト計画を策定して、便利で災害に強く、そして環境にも優しいスマートエリアの創出を目指しています。そして嶺南六市町や電力会社と連携して、この EV や蓄電池などをネットワークでつないで、遠隔でその充放電を制御するバーチャルパワープラントの実証に取り組んでいます。このシェア EV はその一環で実施しているものになります。だからそれだけシステムが構築されているから、我々も例えば観光客、地元の方、どんな人でも使いやすいシステムになっているんですね。はい、そうです。ぜひご利用いただければと思ってます。このサービスを利用するためには、まずスマホアプリパッドをダウンロードしてください。会員登録、車両の予約、会場、施錠、決済まで全てアプリで行います。シェア EV の入り場所はご覧の嶺南六市町ですよ。シェア EV は地域経済の活性化や環境に優しい街づくりを進める嶺南 E コースト計画の一環として進められています。これを機会にガソリン車より CO2 削減に貢献する EV に乗ってみてください。嶺南六市町にネットワーク化されたシェア EV、 使い方はいろいろ、皆さんぜひぜひご活用ください。それでは磯村さん、一緒にお願いします。せーの、エコ結び。